どうもこんにちは。今回なんですが、第3回目のプレゼント企画をやりたいなと思ってます。今ご覧いただいているこちらなんですけれども、ファイアースターターです。でファイアースターターとあとこのケースですね、ケースをちょっと作りました。もともとですねこのボールチェーンがついてて、ボールチェーンと一緒にこのヒューチュボっていうのかながついてるんですけども、今回はレザーケースを作ったので、まあ、それに合わせるようにということで、こんな感じで紐をつけました。で紐をつけた状態でですね、まあ、こういうふうにまずこのヒューチュボを入れて次にこれを入れるっていうような感じになってます。で結構ですね、ギリギリな感じで作ってます。抜けやすくても困るんでですね、まあ、これぐらいがいいのかなと思ってます。でここはですね、かがり縫いさせてもらいました。で、一番最後ここなんですけど、普通はですねここを目立たないように始末するんですが、まあ、あえてこういう感じでちょっとピョンと飛び出すような感じにしてます。で、色がこの色と、あとはこのかがり紐が白いバージョン、このかがり糸が焦げ茶のバージョンを用意しました。焦げ茶が1個と、このナチュラルな色合いのやつが2個、でこの白いやつが2個になってます。で全部一応刻印は入れたんですが、逆向きにするとですねちょっと反対になっちゃってるバージョンもあるんですが、まあまあまあ特に気にせず使ってもらえればなと思ってます。で今回の革なんですけど、厚みが多分2ミリ弱ぐらいあるのかな、2ミリ弱ぐらいあるんで結構ね頑丈だと思います。でまあまあファイアースターターはこんな感じなんですけども、まあ1個注意点としてなんですが、 Amazon で200円だったっていうこともあって、この火打ち棒というかこの火打ち板っていうのかな、これがこんな感じでですね塗装が剥げちゃってる部分が結構あります。まあこうやってですね塗装が剥げちゃってるってことは、まあまあ使っていくうちにこの塗装ってのは剥げるもんなんだと思うんで、まあ、その辺をですね気にしないよっていう方にご応募いただきたいなと思ってます。まあ、今回のですねこのプレゼントは本当はですねもっと早くやるつもりだったんですが、これまあ200円ってすごく安いじゃないですか。普通買ったらもっと絶対するはずなんで、200円ってまあ安いから買ってしまおうとこうポチったんですが、発送がですね国内からだと思ったんですが、実際中国からの発送になってて1ヶ月かかっちゃったっていう感じです。この200円のですねファイアースターターどんなもんなのかなっていうのも一応動画にしてますので、こちらをまずご覧ください。買ったばっかりのものっていうのはですねこんな感じで周りが黒くなってるんですけれども、この黒い部分を削ってあげると中身が出てきます。で中身はですね銀色の感じになってるんですが、この銀色のところをこう削って火花を出すっていう感じになってます。で、先ほども話したんですけれども、このファイアースターターは、まあ、こんな感じで革紐でも結んでますし、まあ、簡単なんですけど簡単に結んでますし、あとこのボールチェーンもあるんで、まあまあボールチェーンだけでいいよっていう方はこの革紐を後で外していただいてもいいですし、逆にこのボールチェーンいらないよって方はボールチェーン外してもらってもいいんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで結構ですねがっちりめにきつめに入るんで、まあ、きつめに入るんでですねこうやってぶら下げても外れることは多分なかなかないと思います。どっかぶら下げておくなり、キャンプ行くときにそうですねルームミラーとかにかけてもらっとくとか、そういう使い方もできるかもしれません。一応ですねこの中身を一回開けてみますね。で、これ取り出すとですねこんな感じになってます。これまだ何もやってないんで黒い状態ですね。でこの中の棒なんですが、ですね反時計回りにすると外れるようになってます。なのでどっかに替えとかが売ってるのかもしれないですね。でこれはこうこっち側に時計回りですね、時計回りに締めるんですが、今度このケースを締めるときはですね逆に反時計回りに締めていくので、この中でこの開け閉めすることによって中まで緩んでしまうっていうことはないです。その辺は結構考えられてできてるなと思いました。ということでですね今回のプレゼント企画はこのファイアースターター、火打ち棒付きのファイアースターターですね、それとこのケースどれか1個、これをセットで5名様にプレゼントしたいなと思ってます。
この動画の説明欄のところに、応募フォームを設置しておきます。必要事項を入力していただいてですね、それから送信ボタンを押してもらえると、こちらの方に応募の内容が届きます。それでも応募は完了なので、発表までお待ちいただければなと思ってます。今回のプレゼント企画なんですけれども、締め切りがですね5月31日木曜日今月いっぱいとさせていただきます。でこの結果発表なんですけれども、6月4日月曜日この日にですね、抽選の模様と結果を動画でアップいたします。今回もですね、1回目と2回目に続いて、抽選はキャラメルちゃんにやってもらおうと思ってます。なので、まあ、これもいつも通りなんですけれども、キャラメルちゃんがですね、くじを引いて、この人に当たったよっていうお名前を読み上げさせてもらいますので、応募の条件としては子供が読んでも問題ない名前ということにさせていただきます。でですね、まあ、どれが当たるかわからないという感じで、抽選をしようと思ってますので、ちょっと申し訳ないんですけれども、色の指定はできません。そこもご了承いただければなと思います。また近々ですね、今回購入したこのファイアスターター、これを使ってですね、実際に火をつけたりするような、まあ、実験動画も撮ってみたいなと思ってます。なので、実際この200円ぐらいのやつで大丈夫なのって思ってる方は、そちらの動画も見ていただければなと思います。さあ、ということでですね、応募締め切りは5月31日となってますので、ぜひご応募お待ちしております。